じゃあ、よろしくお願いします。2022年6月の3日、雑談配信です。ファイナルファンタジー16の PV 新しいのが公開された後、えー、制作スタッフの方も、メインスタッフが公開されたっていうのがありましたけど、どんなど、どんなプロモーションになってるんだろうって思ってですね、えー、こう見てみたらですね、なんか、どうやらこう、 魔法の力を使いすぎると獣になってしまうとあ。その、なんかすごい影響力で人間がその魔法をどんどん使いすぎると、その使った術者の人は獣になってしまう。召喚獣になってしまうという、話らしいのが、ファイナルファンタジー16。あれこれどっかで見たぞ、と思って。あ、これ、後ろと虎じゃん。 トラの獣の槍を使いすぎて、ええー、あれしてる話じゃんと思ったんですけど、あの、僕ももういい歳なんで、あんまりこうやって作品のらを見つけてどうこうじゃなく、そういうのは言わないのがいいんだろうなと思って、<laughs> あの、作品を好きな人はそんな関係ないからさ、あと、もう制作者よりも、 歳を取ってるようなユーザーはあんま口を出すべきじゃないなと思ってさ。だから、その、作る人が影響を受けた背景みたいなものは、もう、僕らの世代よりちょっと後の人だったりするんだろうから、そ、そうするともう、その、 よ読んでるものとか流行ってるものが一緒だったりするので、ロード・オブ・ザ・リングの映画が流行った後に指輪物語を見る世代みたいな人が今のクリエイターのあーあー年齢ぐらいになってるっていうさ。だから、ロード・オブ・ザ・リングの映像化が、ピーター・ジャクソンがする前からそのあの読んでた人とは、やっぱちょっと壁があるみたいな、そういったものでもあるなと思うので。 えー、それで獣の槍とあなってんじゃないのかなと思ったりとかします、ね。だからそ,そういうのはぶち上げるとみんなもそのクリエイトしてる人たちにも共通認識として分かりやすいっていうのはあるから分かんない話するよりはいいと思うのよ。そのファイナルファンタジー13のファルシーみたいな話よりは。<laughs> だから何なのっていうよりは最初からああこのラインがあるんだねっていうので、まあ、分かりやすいんじゃないかなと思いました、えー、プロモーションビデオの方では芝ラムタイタンオーディーンそううーバハムートそうそうたるう個人的にはヌーベああ呪われた丁寧、ね 鬼の手ってやつね。あかもあるんでしょうね。まあそう,そういう侵食系のやつね。えー、でもいいんじゃないかなと。まあテーマがちょっとずれたら今度ハンガレンの方にも行くだろうしね。えー、好きなように作れるっていいなと思ったりもしました。あとは、ああごめんね、召喚獣の話。一応出すだけ出したけど、特に話すことはないです。<laughs> そうね。 トンベリががいいななのが不満だったかなファイナルファンタジーで召喚獣がメインになるんだったら包丁のトンベリは外せねえだろうと思ったりとか、えー、サボテンダーは外せないだろうとかあ思いましたけどまあその辺をやるよりもかっこよくねオーディーンが出せる出るか出ないかっていうのがでかいんだろうなと思いますけど 僕ら子供の時にさあ、僕ら子供の時というかその、ゲームはくだらないって言われたんですよ、ね。まあ、海のものとも山のものとも言えない8ビットのピコピコのファミコンからはさ、やっぱ大人の目から見るとやっぱそうだよなと思うんですよ。でもう一つ決定的なのは、 ゲームクリエイターっていうのが、その先人の小説家だったりえ、映画監督だったりの作品に影響を受けて、で、それっぽい話を、そのゲームという新しいフィールドでやったに過ぎないので、あの、それを見てる大人の人が、ああ、なんだ、大人がやってきたことのサルマネをこのゲームのピコピコでやってんだ、くだらないっていうふうに見える見方っていうのを、 お今僕は味わってるんだっていう、その大人的視点で今新しく作られるゲームシリーズみたいなものに、ああ、この辺ねっ、つって、うしおととらね、はいはい、みたいな感じになってるっていう、えー、ことなんだなっていうのでね、む、昔の人が、昔の人が自分が子供の時にくだらないって言ってたことが、えー、多少なりとも分かってきました。 だ新しいメディアっていうのは、そうやってね、YouTube ができたての時とかも、きっとそんな感じなんだろうなと思うんですけど、認めない人の声もやっぱりでかくなるんだなっていうふうに思うので。これはもう、年取っちゃったらしょうがないので、年取って、あの、しまうと、 あの頑固になったりとかねその、気難しくなったりとかっていうこともあるんだけど、生きてるだけで多分、そういう、知見がたまっちゃうからさその、それで満足できなくなるんだと思うんだあの。深夜アニメとか。深夜アニメ程度を今になっても一生懸命見ようとすることの方が間違ってるんだっていう。うん、もういい年になったらそ、そういうのは、 あの受け入れなさいと。年,年寄りがそんなあ,あれが違うこれが違うとかって文句言ってレベルの高い作品を出せなんつうのは一番おこがましいんだっつうて、えー、そういうのをちょっとファイナルファンタジー16の、えー、やつでも思いました。で、みんなにこのファイナルファンタジー16のあのー、あ PV をですね今すぐにでも見てほしいのはですねあのー もう治っちゃったかもしんないんだけど、その、日本語字幕がおかしいの。<laughs> あれなんでおかしいのって思ったんだけどあ、あれは機械翻訳かなんかで自動で出てくんのかな。あまあ、いいかと思ってさ、その、字幕が、日本語字幕が出てるまんまでやったらさ、おかしいんだよ。 そのキャラクターの名前とか、あの、いや、明らかにこれは違うセリフだろうっていうやつが、なんか、変な字幕に変換されてて、それはね、多分、6月3日、今日しか見られないと思う。あの、急いで多分そういうの直すと思うから、プロモーションスタッフは。 あとこ、この日本語字幕を元にして、海外の字幕が自動翻訳されると、また全然違った意味になるよね、とかいうことも含めてですね。えー、ニヤニヤっとできるのが今日なので、えー、それをちょっと見ていただけるといいかな、と思ったりします。えまあでもね、その、今、なんだ、その、ソニック・ザ・ヘッジホックのオンラインじゃねえや、オープンワールドゲームができたりとか、 今回のファイナルファンタジーのゲームもさ、お話をかけながら戦闘するっていう基本スタイルは変わらないまでもさ、なんか格闘ゲームやってるみたいな画面で、右と左にキャラ分かれて、左側が自分で、右側が敵で、なんかそこでどういう戦闘になるのかがわかんない。あの、アニメーションだけ見てる感じの戦闘になるのが、ちゃんと能動的にアクションする戦闘なのか、 さっぱりわかんない銭湯でね新時代の RPG の感じをちょっと思いましてあの一人で遊ぶゲームっていうのはやっぱそのなんだオンラインだといろんな要素があるわけですよこのクエストやってる間にチャットしたりとかあそういうのがないもう完全にそのシャットアウトして一人で遊び込む 作品の中に没頭するっていうタイプのファイナルファンタジーは、おそらく久しぶりだろうから、どういう作りになってんのかなーなんていうのね。今風のゲームの作り方がまたやっぱわかんなくなってるので <laughs> あの、まあまあ、あと出てくるキャラクターが嫌いじゃないんでね。あの じゃあ、召喚獣一個一個のデザインが真面目だったりとかする。字幕は YouTube の問題。あれ自動、あ、あ、自動翻訳なんだ。い、いつかは治るんでしょでもあれ。今だけでしょあの、おかしい字幕は。<laughs> ありがとうございます。チゃン、YouTube 側なんだ。スクエア側でやってるやつじゃないんだね。あれ面白かったんだよ。<laughs> 全然違うこと言ってるのが面白くてえ。 ねえ、まあそ、そんな感じで。こ今回、ファイナルファンタジー16の信頼度は何かっつうと、うーその、召喚銃のデザインが、何つったらいいかな。すごく近代的にアップデートされたわけでもないデザインになってるところが、多分、僕,僕たちは裏切らないですよ、宣言なんだろうなぁと思ったりもしてます。だからだから まあ召喚獣がメインになるんだったらバハムートの携帯もテラ・バハムートとかさなんか「シン・バハムート・カとかさあの辺も入れつつなんだろうなぁとも思ったりえソウル・オブ・エッジだっけえーとかその辺がこうパンデモニウムとかあの辺を入れてくるんだろうなぁと思うんですけどねなんかそれが全部復讐の話にこう 回帰するような。あと、クリスタルに頼らないみたいなね。<laughs> 最近の流行りですね。何かこう便利なものがあったとすれば、その便利なものは人の心を壊していってしまうから、これからはこれに頼らないで生きていくんだ、という。もともと頼って文化、あ、そう。あと昨日ね、ちょっとね、 あの、境界戦線のアニメバカにしてましたけど、あの、境界戦線のその世界設定っていうのが戦争するほど、その日本の国土が荒れてないっていうことの話をしたんだけど、あの、まさにファイナルファンタジーとかドラクエの世界っていうのが、その、世の中が大変なことになってると、世界を救ってくれっつって、王様からお金もらってさ、魔王の城に倒しに行くまでにさ、 街とかがあるけど、街は平和なわけですよ。街の中では商売が行われていて。あれおかしいな。もう世界が壊れる、品種の世界のはずなのに、なんでこの街の中っていうのは永遠に、永遠に平和で、そしてそこでは商売が行われていて、あの、最初の街の斧とかは50ゴールドとか安くて、すごい遠くの街に行くと3万ゴールドの剣を売ってたりとかする。 あのおかしいなって世界ですよね。ゲ,ゲームバランスを神となってるゲー、あの作り手がこう操作した結果、ああいうおかしな世界になるんだけど、ある意味それでもあるなと思って、境界戦線のそのリアリティとかで、ゲームでそのリアリティおかしいなって気づいてる人も、まあゲームだからしょうがねえかつって妥協しながら今まで来てるわけでさ。 あの、すごい荒廃した世界の中で、バイオハザード4なんかは、すごいこうゾンビとかが襲ってくる中で、あの、マントの中に隠した重機を売る人からお金で何か武器を買うという、あのおかしな世界観は、やっぱゲームから来てんだなと思ってさ、教会境界先生だけは攻められないよなと、やはり思ったりするわけです。あ多分、ファイナルファンタジー16も、そ,そういう意味で、その、伝統のさ、 で、伝統的に魔法を買ったり、お洋服を買ったりするっていうゲームの習慣があるだろうから、うん、おかし、いあれおやおかしいぞつってね、えー。なったりするんだろうなと思うんですよね。だゲームっていうのは、すごくそのインフラが整備されてなければ不親切なゲームになるし、うん、整備さ、されるすぎると、されると、今度は世界観を壊すものになってしまうんだっていうね。 あまあ、どっち取るかっつったら世界観壊れてもインフラ整ってる方がゲームプレイヤーにとっては便利なのねあそ,そうなるんだろうなと思ったりするし、あとはそのお金の概念が魂に変わったりするだけだから、どっもないななんていうふうに思いますけど。まあ、とにもかくにも今日はファイナルファンタジー16の新しい PV が見入られたっていうの。 それがニュースでありました以上ですあ,あとはもうゲリラ豪雨にピンポイントに当たったっていうのは腹が立つっていうくらいですかね。まあ風邪ひかないように気をつけます。というわけで今日は以上かなお疲れちゃうんで。